大田城は、日立国にあった、日本の城。現在の茨城県日立大田市に位置し、JR 日立大田駅から北方へ、約1 7キロメートルの高台に、本格が存在したとみられる。関東七名城の一つ。別名、佐竹城、舞鶴城、清流城。この城の起源は明らかではないが、天人2年に、藤原通のが、下屋国から大田郷に入り、 大田大部と称して築城したのが始まりであるという。白木三郎、吉光の孫、源正義が、五三年の役の功により領有することになった地名を、取って、佐竹氏を称した。二代、佐竹隆義は、当時の大田城主、藤原道森を服属させた後、道盛を、小野大地に移して、小野崎氏を名乗らせ、自らが、大田城に入った。 入場の日、大田城の上空を鶴が舞いながら飛んだので、舞鶴城と名付けたと伝わる。以降、佐竹次第大の居城であったが、戦国最末期の当主、佐竹義信が、水戸城に本拠を移した。その後、江戸幕府の一国一条令により、廃城となったが、城の機能は一部残され、大田御殿と呼ばれ、水戸藩の譜蛾郎の中山氏が管理することとなった。本格は、 現在の大田小学校一帯、二の角は内堀町から若宮八幡宮一帯、三の角は坂町の大部分で北側が絡めてと呼ばれている。これらの角は明治の初期に国から町の有資に払い下げられ土塁を崩し堀を埋めて宅地や道路が作られたが、大正末期まで土塁や角の一部が残っていた。ありがとうございます。